も、井手隊長です。今日のテーマはラーメン。はい、ということでございまして、毎月の恒例企画、毎月のですね、美味しかったラーメン月間ベスト5、今日もお届けしたいと思います。はい、ということでラーメンライター井手隊長の美味しかったラーメン月間ベスト5、2022年4月。はい、ということで4月に食べたラーメンの中で美味しかったラーメンのベスト5を、お届けしております。こちらの動画はですね、私がガジェット通信というところで書いている連載の、YouTube 版ということになっておりまして、記事の方でね、読むこともできますので、そちらも後でね、ぜひチェックしてみていただければと思います。こちらはですね、初めて私が訪れたお店に限定させていただいておりまして、何度か訪れているリピート店とかは殿堂入りとさせていただいて除外させていただいております。ぜひ美味しいラーメン屋さん探しに、使ってみていただければと思います。はい、4月はかなりいっぱいいろんなとこ行って食べましたけれどもね、なんか偏った感じのランキングになっちゃった。なんでだろう。ちょっとこれ全部ね、ベスト5聞いていただいたら後で思うかなと思うんですけれども、なんかね偏っちゃったんだけど、そんぐらい、偏るぐらい、美味しい、まあ先に言っちゃいますけど、家系ね、美味しい家系にね、たくさん出会った月だったなと思いますね。来てるなぁ、なんかまた新しい、ちょっと一回資本系の流れ来ましたけど、資本系の流れは続いてながらも、また別のなんかね、流れが見えるなぁと思って最近食べてます。楽しかった。はい、ということで、ベスト5を今月も紹介していきたいと思います。はい、ではまず第5位からいきましょう。第5位はこちらのお店です。ダーン。はい、第5位は千葉にあります杉田屋千葉駅前店さんです。はい、もう皆様ご存知、横浜家系ラーメン総本山吉村屋さんの直系の杉田屋さんの3号店が千葉駅のね、こう徒歩圏内に3月にオープンしましたね。びっくりしましたですね。あの本店はもちろん新杉田にあるわけですけれども、本千葉にもね、大きなね、立派なお店があって、そこも非常に評価が高いお店として、君臨しているわけですけれども、その千葉にもう一個作るという、これなんかびっくりしましたね。新しい動きですよね。しかもこう千葉駅から歩ける徒歩圏内で、よりこう利便性の高いエリアにこう進出したっていう、車がなくても行けるようなね、場所にできたっていうのはすごいなと思いましたね。私も千葉駅から歩いて行きましたけれども、あ、これはすごいいい場所にできたなっていうふうに驚いております。意外とお店が広かった、びっくりしましたね。結構お家賃もそこそこするんじゃないかなと思ったんですけど、広いお店でテーブル席もあって、厨房も広くて、寸胴も3本でグラ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 炊いてましてね、なかなかのこう臨場感を味わってまいりましたけれども、美味しかったですね。ラーメン見ましょう。こちらがラーメン並ドン。はい、お好みはですね、全て普通で注文しておりますけれども、豚骨スープも醤油もね、どっちも強くて、思ってた以上にパンチがありましたね。こんなにパンチあったかなって思ったんですけど、パンチありました。このどちらもこう高いレベルでね、バランスをとっている感じでね、これはすごいなと思いましたね。で、卓上でこう刻み生姜とか豆板醤、餃子ニンニクとかでこう味変するわけですけども、やっぱスープが強いんで全く壊れないですし、いや、すごかった。なんかね、まあ、視点ではありながら、まあこう、さすが杉田屋さんという感じでね、横綱相撲を見せてくれたなという感じで、お店は増えてもしっかりクオリティは担保しておりますし、お店もこう綺麗ですしね、いやー、すごいなっていうふうに思いましたね。この味を駅前で食べさせちゃうんじゃ、これちょっとなかなか他の周りのお店もうかうかしてらんないなっていうぐらいの、ナイスクオリティな一杯でございました。美味しかったということでございまして、第5位は杉田屋の千葉駅前店さんでございました。はい、続いて第4位いきましょうか。第4位はこちらのお店です。ドーン。はい、第4位は西早稲田面影橋にありますだしと麺雄英さんです。ここもちょっと宿題店だったんですけれどもね、やっていくことができました。すごい人気店なんですけどね、日月火の昼しかやっていないというハードルの高いお店ですね。あの飲み屋さんを借りてやってんだと思うんですけども、そんなこともあって日月火しかやってないんですけどね、人気店ですよ。並んでました。
あのね、入り口に今日の出汁はこれだよみたいなのをこうなんかボードで出してましてね、これで出汁を取ってますって、多分あの日によってその出汁のね中身が変わってったりっていうのをそんな感じなんですけれども、あの出汁と麺と言っているこう店名からも分かる通りね、お出汁そして麺めちゃくちゃ気合入ってましたね。びっくりしました。ラーメン見ましょう。こちらドン。はい、こちらが上出汁そばでございますね。で、麺が手打ち麺も選べたんで手打ち麺で注文してみました。具はチャーシュー、ナルト、メンマ、ネギでございまして、麺は極太の縮れ麺。あのね、噂通りのその出汁の分厚さ、びっくりしました。ぷわーだからね、バーンって感じじゃなくてね、ふわわわわわわわってこう広がっていく感じ、幸せですね。日本ですね。あの煮干し主体なんですけれども、乾物とか動物もこうしっかり感じる複合的な出汁の構成 でしてね、醤油はもう本当にミニマム、ちょっとぐらいミニマムで、無加調で完全にお出汁がメインなんですよ。でこう淡いというかじんわりというか、そんな感じなんですけどね、そこに極太麺を合わせちゃうという、これがすごいですよね。でこれがまあ手打ちなんで、この手打ちの麺の縮れ感、これでなんとかスープを持ち上げる感じで、すんごい絶妙なバランスをとってるなというふうに思います。こう簡単に極太麺を合わせてもね、これ絶対スープに麺が勝ってしまって、あの全然味が乗ってこないと思うんですけれども、いやこの麺の仕上げで、まあ、うまくこう一杯として、あのあんなじわじわなあの出汁に合わせてるっていうのはね、見事ですね。実に落ち着いた一杯、テンさん若そうなんですけど、本当に落ち着いた一杯なんですけれども、まあもう貫禄も出てるようなね名店ですね。早稲田の大学生とかこういうあの引きのラーメンをねどう感じるかっていうのはね、注目すべきとこだなと思いますけれどもね、すごい一杯だなというふうに思いました。はい、ということで4位は出汁と麺ゆうえいさんです。はい、では第3位いきましょうか。はい、第3位はこちらのお店です。ダーン。はい、第3位は岐阜の岐南町にあります麺黄色さんです。はい、こちらのあの番組では一度ね岐阜特集でも取り上げましたけれども、黄色さん2020年7月オープンの名店、黒木さんの出身店でございます。黒木さんの出身店ってすごそうですよね。本当にこだわりのお店ですけれども、そちらが公認を出している出身店ということでね、開店からずっと注目が集まっているんですけれども、すごかったな。貴重制になっておりました。貴重して何番っていう番号札もらって、その番号が呼び出されてみたいな、そんな感じの人気店でしたよ。すごかったですね。はい、ラーメン見ましょうか。こちらです。ドン。はい、こちらが特製塩そばでございますね。あのラーメン作りはですね、店主さんがワンオペでやっていまして、ホールでお姉さんがこうやってるんですけども、その店主さんのその流れるような手さばき、もう目の前でカウンターでこう見てるだけでね、目が釘付けになっちゃいましたね。すごい仕事だったなね。あの具はですね、チャーシュー2枚、そしてソーキ、ワンタン、味玉、白メンマ、ドライトマト、ネギでございますね。もう東京のど真ん中でもびっくりしちゃうような具のチョイスですけれども、ここにですね、麺はですね一玉ずつこう手もみをしている自家製の極太縮れ麺ですね。でスープはですね、豚チンタンなんですけれども、この塩だれとも相まってね、なんか複雑な旨味ですね。多分塩だれもいろんなものが入ってんのかな、なんかこう複雑な旨味でした。うわこれはすごいなって、口の中にでこういろんな旨味が広がっていく感じですね。思わずなってしまいました。これはすごいなと思いましたね。そしてここに合わせる麺がまた最高でしたね。やっぱ手もみの縮れ麺うまいよな。そしてチャーシューはこう吊るし焼きにしてまして、香ばしくてですね、ソーキは逆にこう柔らかくてこうちょっと甘みがあってちょうどいいな。このコントラストも良かったし、あと白メンマの歯ごたえとか、こうネギのこうシャープな切り方ね、これもまさに仕事ですよね。もうなんか一杯に完璧な仕事がこうなんつうんだろう、全部ガンとね出ているっていう感じで、ここら辺もやっぱ黒木さんでご修行された方なんだなっていうふうに思いましたけどもね。これをね一人でもし仕込んでるんだとしたら、ほんととんでもない仕事量だと思います。おや、あの休んでらっしゃいますか本当にって思うぐらい、ちょっと心配になっちゃうぐらいすごいいっぱいだったんで、
りですけどもね、まあ、感動の一杯でございました。これはこのために岐阜を訪れてももう全然いいんじゃないかなっていうぐらいね、感動をいたしました。ということで第3位は、岐阜の黄色さんでございました。はい、ここから第2位第1位になりますけれども、偏っちゃった、でも美味しかったんだよね、聞いてください。第2位はこちらです、ドン。はい、第2位は横浜ラーメン武蔵屋綾瀬店さんでございます。家系行っちゃいました、またね、横浜家系ラーメンの武蔵屋のグループの最近仲良くさせていただいてるんですけども、総大将の三浦さんに聞いて、いろいろ武蔵屋でもいろいろこう違いがあるんだよみたいな面白い話を伺いましてね、武蔵屋さんの中でバランス系で言ったらどこがおすすめなんですかって聞いたら、綾瀬店さんってこう名前がポンと出てきたんで、これは行かなきゃでしょうっていうことで行ってきたんですけれどもね、最寄り駅でいうと千代田線の北綾瀬駅ですね、駐車場もありますよね。でラーメン見ましょうか、こちらです、ドン。ラーメン並でございます。全て注文は普通で、お好みね、普通で注文しています。でライスがサービスです。めっちゃ並んでます、人気です。これがねやっぱね、バランス系と聞いただけあってね、骨の出汁感をこうしっかり感じるスープなんですよ。濃厚すぎず、こう醤油が強すぎるわけもなく、じんわりといいバランス。なんか高いとこで取ってるっていうね、さっき杉田屋さんで言ったみたいに、こうどっちも強くて高いとこで取ってるっていうことじゃないんだけど、すっごいじんわりといい感じのバランスですね。出汁感をやっぱり大事にしてそうな感じの作りで、そこがめっちゃ良かったな。なんかオールドスタイルのなんか直径とかをこう彷彿させるようなね感じで嬉しくなって食べてましたけどね。そして忘れちゃいけないのがライスですよ、ね、家系といえばライス。僕もあんまりご飯無料とかでご飯を食べないようにしてますけど、やっぱ家系といえば ライス食いたくなっちゃうわけよ。でここもライス無料なんですけどね、これ食べ放題らしいです。僕一杯でやめときましたけど、食べ放題みたいです。でね、ライス食べるときに、まあ、武蔵屋さんといえば卓上っていうか、この上にあるかっぱ漬けを乗せて、まあ、豆板醤とかこう一味の醤油漬けを乗せてスープをかけて海苔で巻いて食うっていうのが至福なわけですけどね、この綾瀬店さん、それに加えてサービスチャーシューとかいうですね、チャーシューの細切れとこうゆで卵の白身を辛味噌で和えたやつがこうドーンってこうね、カウンターに乗ってて、それが乗せ放題なんですよ。甘くないですかこれ。なのでサービスチャーシュー乗せ、かっぱ漬け乗せ、辛味噌乗せで、もうライスにたっぷり乗せて、もう食べましたよ、もう至福。これ何杯でも食えちゃうんじゃないのこれ。これ本当にこれ採算取れてんですかねこのお店っていうぐらいサービスがすごかった。これで満足しない人はいないでしょうっていうぐらいな感じでしたよ。でそれがまたここなんかね、サービスだけでっていうわけじゃなくてね、ラーメンもこうしっかり出汁感、骨の出汁感を感じるいいバランスでね、めちゃくちゃいい店でした。ここはねもう行きたいもんだってね、本当にそんな感じのお店でした。武蔵屋ファンの方、家系ファンの方、ぜひおすすめしたいんで、行ってみていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ということで第2位は横浜ラーメン武蔵屋綾瀬店さんでございました。はい、その中で、第1位でございますけども、第1位も家系になっちゃったんだよ。まあ家系好きなんですけどね、好きなんですけど、こんなに偏るかなっていう、家系ばっか食ってたわけじゃないんですけど、なんか光り輝いたな、家系が4月ね、美味しかったです。第1位いきましょうか、4月の第1位はこちらのお店です、ドン。はい、第1位は茅ヶ崎辻堂にありますラーメン清水屋さんです。ということで1位も家系になっちゃったですね。こちらですね、横浜家系ラーメンの名店鈴木屋さんのご出身でございまして、2010年オープンの、家系の人気店でございますね。住所でいうと茅ヶ崎市になるんですけれども、最寄りでいうと辻堂ですけど、まあ、駅からも離れてます。海の方の、国道沿いにありましてね、車で行くような場所でございますけれども、まあ宿題店だったんですけど、ようやく行くことができて嬉しかった。めちゃくちゃうまかったな。はい、ラーメン見ましょうか。ラーメンはこちらです、ドン。はい、こちらがラーメン並。
お好みは全て普通で注文しました。店内はこうずっとねアメリカンロックとかハードロックとかカントリーとか流れてましてね、あのコヨーテとかロードランナーのフィギュアが置いてあったり、なんかアメリカンのステッカー貼ってあったりね、店主さんがアメリカン好きですね、間違いなくね、まあ、非常に丁寧な仕事で丼とこう向き合ってね、あの平皿でこう揚げてね、やっぱまあ昔からのこう作り方ではあるんですけども、愛おしかったなぁ、すごくね、よかったなぁ。具はチャーシュー、ほうれん草、海苔3枚、ネギでございまして、麺は境製麺、まあもう家系といえばこれですよね。 でもこう若草色の丼でもう最高でしたよ。でね、チー油が結構多めなんですけど、今まあチー油不足なんて言ってて、このご時世にすごいなと思ったんですけども、豚骨とこう醤油のバランスがピカイチでしたね。まあ、さっきあの武蔵屋綾瀬店さんでも言ったんですけども、骨の出汁感、これをしっかり感じるスープでね、いやー美味しいな、豚骨とはやっぱこの出汁感大事だなって思いました。そこにやっぱこうチー油が結構多めなんで、鶏の旨味が絡んできていい具合でしたね。うん、なんかこうじんわり系に揚げてるんですけども、結構パンチはやっぱりチー油かなのあれで、なんかそのパンチもある程度感じましたし、すごくレベル高いなっていうふうに思いましたね。で麺もしっかり茹でてあるけども、コシはちゃんと残ってて美味しいしね、ほうれん草もこうほうれん草増しにしてないのにたっぷり、そしてチャーシューは大ぶりでホロホロ、いやーよかったな。なんかね、家系の良さをこう一杯で、これでもかって家系の良さってこうだよなっていうのをね、こう一杯でガンと感じるようなね名店でございました。ぜひ行ってみてほしいなと思います。便は悪いですけれども、おすすめ並んでましたけどね、最高でしたね。うん、ということで第1位は清水屋さんでございました。ということで、杉田屋の千葉店さん、千葉駅前店さん、そして武蔵屋の綾瀬店さん、そして清水屋さんとね、家系がこうパンパンパンって並びましたけどね、なんかこうやっぱちょっとオールドスタイルを感じながら、こう古くなってっちゃうんじゃなくて、今でも美味しい形でこうなんかまとめているっていうところにすごく魅力を感じちゃうな。でこういうのが増えていくといいなと思いますね。だから武蔵屋さんがやっぱりいろんな動きをされているので、そこの辺を大事にしてね、こう広げてくれると、なんかまた家系がさらに面白くなってくるんじゃないかなと思いますね。でもやっぱ最近感じるのは、やっぱ骨の出汁感、これだなと思いましたね。なんかどんどん濃くなってっちゃうような、なんかトレンドでしたけれども、その骨の出汁感を感じられるのこそが、なんか家系のじんわりしたいい旨味だなっていう風にね、なんかこう気づいてきてるんで、なんかこうこれからの家系がまたね、なんかそういう感じでまとまってくると、また面白くなんじゃないかなって思いながら食べましたけど、本当に家系を美味しく食べた1ヶ月でございました。はい、ということでございまして、4月の美味しかったラーメン月間ベスト5をお届けしてみました。はい、ガジェット通信の方にもですね、記事で配信をしておりますので、そちらも合わせてチェックしていただきまして、美味しいラーメン屋さん探しにですね、参考にしていただければと思います。はい、この番組は2週に1遍の生放送と、サザン、ラーメン、本のミニ番組を配信しておりますので、こちらの方からチャンネル登録をお待ちしております。そして今日の動画が良かった方は、ぜひグッドボタン押してってください。よろしくお願いいたします。私のラーメン連載もいろんなところで書いておりまして、アイラドットとか、ヤフーニュース、マイナビニュース、そしてガジェット通信とかね、いろんなところで書いてますんで、ツイッターとかでね、逐一こうシェアしてますので、ぜひフォローしていただければ、読み逃しもありませんので、ぜひ読んでみていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、そしていつもですね、収録でお借りしております駒込のサザンファンが集まるバーハッピーエンドですけれども、営業時間、営業情報等は、ホームページや SNS ご覧いただければと思います。予約制になってるみたいですんでね、予約をしていただいて遊びに行っていただければと思います。そしてですね、5月もサザンセッション会ありますんで、ご参加の方とか、ご覧になりたい方とかね、お店の SNS、ホームページチェックしていただいてね、ご参加いただければ嬉しいと思います。私も演奏で出ますんでね、ぜひね、ご覧になっていただければ嬉しいです。はい、ということでございまして、今日は美味しかったラーメン月間ベスト5、2022年4月お届けいたしました。私、井出隊長がお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。受けろ気持ち調整。